いつもお世話になってます、立花家のお雑煮です。今日の動画は家族で初詣に行きます。その前に朝ごはんでお雑煮を食べたいと思います。今年のお雑煮は千葉県の方からいただいた幅のりと京都の方からいただいた一味を入れてみました。一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。あら、なにこれ、磯の香りがたまらないんです。お雑煮との相性が抜群で、かけるとかけないとじゃあ大きな差が出ます。家族にも好評でした。やっぱり地域によってお雑煮の中に入ってるものって違うんですかね。それから質問来てた。立花家のお雑煮はどんなの。結論、野菜を中心にいろいろ入ってる。我が家のお雑煮は大根、人参、鶏肉、里芋、白菜が入ってます。味付けは醤油ベースですね。皆さんのお宅のお雑煮には何が入ってますか。ぜひコメントで教えてください。これから初詣に行くんですけど、今日はコロちゃんとアニバナさんは自宅待機です。アニバナさんは夜中いなかったので、多分昨日の夜行ってきてたみたいです。家族で初詣行くぞ。まずは一つ目の神社へ行きます。お母さん、早そうな靴履いてきてる。早そうな靴履いてきてる。みんなそれぞれお願い事をしていました。私は家族の健康と今年の目標が達成できるようにお祈りしました。逆だ。続いて別の神社へ向かいます。こっちではおみくじを引いたりお守りを買ったりします。父花さんは中吉でした。母花さんは小吉ですね。くじ運が全くない立花さんは今年は中吉を引きました。皆さんはおみくじを引きましたか。結果がどうだったかぜひ教えてください。お産触りなし安産ということで、こちら妹が期待できますね。恋愛は待て、将来吉ということで、今年は結婚は控えたいと思います。私は平成11年生まれのうさぎ年なので、来年は厄年です。父花さんは今年60歳なので年男です。なので調子に乗って虎のおみくじも買っていました。中吉だ、また中吉だ、また中吉だ。出店があったので大判焼きのクリームを購入しました。大判焼きはクリームが一番好きです。昔はもっと出店があったんですけど、コロナの影響なのか一つしか出ていませんでした。とりあえず家族の健康と YouTube チャンネル登録者数20万人を目指して今年も頑張っていきたいと思います。お父さん、20万人いけると思いますか。まあいけんじゃないかな。余裕だな。初詣終わったからさ、妹欲しいんだけど。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今日は家族で初詣に行ってきたんですけど、皆さんは初詣に行きましたか。ぜひコメントで教えてください。皆さんの今年の目標もコメントに書いてください。お母さんはどんなお願い事をしたんですか。お母さんは家族みんなの幸せかな。